緊急ニュースが入ってきました。ピンポンピンポーン。ホロサバで違法建築、ホロサバに謎の橋がかかっているそうです。まずはその画像が来たので、ちょっとそちらの写真見てみましょう。私昨日もインしていたのですが、もう実はもうこれありまして、私も何なんだろうとずっと思っておりました。私もこれ 1,2 回渡らせていただいたのですが、こちら制作者がもう分かっております。桃鈴ねねし、なんかスーパードリームスペシャルロードみたいな、なんか変な名前をつけて建築をしていました。で、私ちょっとこの橋を渡るに対し被害者が出るのではないのだろうかとちょっと心配をしていました。そしたら悲しい被害者が出てしまいました。その方がこちらです。姫森ルーナさん。姫森ルーナさんは夜の時に橋を渡っていた際、落下をしてしまったことが出てしまったそうです。死んではないらしいです。半分ぐらい HP が削れたが、死んではないのですが、被害者がついに出てしまいました。悲しい事件でした。まあ、今後、改築などをしてくれるのであろうなのか、それともどうなのか、思わず配信を終わらせてしまったそうです。あまりの動揺に、姫森ルーナ氏は、ちょっとそのまま配信をスッと終わらせてしまったので、まあ、バリアフリーがつくかどうかはわかりませんが、今後ともこの謎の橋には注目していきたいなと思います。続いてのニュースです。じゃん。裁判制度の導入により治安が向上しております。先日、死亡した際に、裁判制度を取ろうという、ルールが追加されました。そのため、今まで、治安がそこまで良くなく、サイコパスと言われている方が一人おりまして、この方ですね、ミナとアクア氏、なんかフグを食わせたりだとか、いろいろやってる方が急に、竹配り職人になっております。いろんなホロメンへの、ちょっといたずらを少しでも払拭するかのように、いろんな場所に行き、そこの、物産展みたいな感じのお土産をね、渡してるところを見られております。そちらがこちらです。こちら、私ですね、うさだぺこらに、竹行ったんだーつって、これあげるよ、スイカもあげるよと、私にもワイドを、くれました。こちらね、多分、本日もやってくんじゃないのかなってぐらいに、今、ちょっと結構先ほどもペコーラちょっとインしてたんですけども、ラミーちゃんからケーキもいただきまして、なんかすごいポカポカするようなサーバーになってきたのかなと、このままなんか誰も死なないので、あるのかなというぐらいに、ちょっと今治安が向上しているホロサバとなっております。続いてのニュースです。昨日、おうち選手権開催!イエーイ!ということで、6、7人かな?昨日の夜に開催させていただき、締め切り11時ということで、やって7人ぐらい参加していただきました。そちらの、入賞者を今日はご紹介したいなと思います。第3位!トゥルルン!トゥルン!青くんでーす!ぶっちゃけペコーラ青くんは、びっくりした。土の家だと思ってたから。どうせ土の家やろみたいな感じで思っていたのですが、まずこちら入り口が見えますか？ちょっとツタがあるようなところ、左右にマグマ水があり、その真ん中にねツタっぽいなんか隠れ家みたいな秘密基地みたいな感じで家があるんですね。内装はこのようになってて意外とちゃんと作られてるんです。もうペコアラこの中に入った時もびっくりした。まあ、外見で隠れがっていうことは、なんかそんなになんかもう、ぼつぼつとした感じなのかなと思っていたので、めちゃめちゃびっくりしています。このように奥に進むとベッドもあったりとか、ちゃんとね、部屋も分けられていて、これはペコはギャップやられですね。看板が立ってる。うちの嫁のラミタンたぶらかしたの?慰謝料請求します。あ、なんかちょっと裁判みたいな、なんかいろいろ起きそうですね。ある意味の裁判がなんか、たぶらかしもしてるみたいなので、ちょっと、家に連れ込まれたほどめはちょっとお気をつけてください。ということで、第3位が青くんでした。おめでとう!続いて、第2位トゥルルルルルチャーラン!わたみちゃーん!
わためちゃんもすごかったです。わためちゃんも見てください。たん。かわいい。かわいいペコですね。これ桜バイオームを使用して、しかもこれすごいのがペコのもびっくりしたんだけど、原木ないよ、この柱とか家の周りが。だから結構大変ペコだったんじゃないのかなと。そしてガラスのロケーションがめちゃめちゃ良くて、夕日も見れるし夜空も見れるの。本当にね、すごい。しかも家もちゃんと大人数で住めるぐらい大きくて、もうこれはね、もうセンスピカイチでした。内装はこのようになっていて、桜が降ってくる綺麗な可愛いお家となっておりますと。それでは栄えある第1位は、タナン、オルちゃん、おめでとう。いやもうね、これね、建築ね、海外勢強えわマジで。オリーちゃんはまず説明しますと、1時間で作成したそうです。それがこちら。1時間のやつじゃねえって。ペコーラだったら5時間以上かかりますけど、これ1時間マジ？センスがありすぎますと。序盤で素材が少ないながらもう気合が入ってるなということで、建築士かのような、もう屋根もすごいのがわかるんです。本当に今回の栄えある1位はオリーちゃんとなりました。おめでとう。これペコーラ作れないもん。しかもこれ1時間でだからね。ちゅうわけで、おうち選手権もこのようにありましたと。